4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はアドマイヤロケット、アドマイヤロケット先頭、あと 200m アドマイヤロケット先頭だ。残り 100m アドマイヤロケット差を広げる。2番手はリバーガール、アドマイヤロケット1着、アドマイヤロケット完勝、アドマイヤロケット1着。2着はリバーガール、見事に勝ちました。アドマイヤロケット、リバーガール2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はロイヤルタッチ。しかし後続の足色もなかなかいい。残り 100m ロイヤルタッチ、粘るバブルガムフェロー、迫るロイヤルタッチ、ロイヤルタッチ1着、2着にはどうやらバブルガムフェロー、見事に勝ちました。ロイヤルタッチ、バブルガムフェロー2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ。先頭は川内立て男、川内立て男先頭、あと 200m 川内立て男先頭だ。残り 100m 川内立て男粘る。一気にスターマン、スターマン、スターマン1着、2着にはどうやら川内立て男、見事に勝ちました。スターマン、川内立て男2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。
さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭はマーベラスサンデー。あと 200m、 マーベラスサンデー伸びてきた。残り 100m、 マーベラスサンデー粘る。2番手はロイス&ロイス。マーベラスサンデーゴールイン。マーベラスサンデー1着、2着にはどうやらロイス&ロイス。これが G1 馬だ。マーベラスサンデー